製造現場での DX 化の事例紹介ということで、今回、ですね我が社の方でタブレットコミュニケーター、インドさんの製品を採用しまして、製造現場を主体でですね DX 化を成功させたという事例がありますので、この場で紹介させていただきたいと思います。ししばらくのの間ご清聴お願いまますすずですね我が社の 紹介を簡単にさせていただきます。えー、我が社はです、ね、本社愛知県にありまして製造工場がです、ね、愛知県内に3工場、三重県に2工場あります。主な製品ですけども自動車用のエンジン、自動車用マニュアルトランスミッション、電気自動車用の増減速器を製造しております。今回の紹介事例ですけどもこちらの エイトクのついてます工場ですね、マニュアルトランスミッションと電気自動車用の増減速器を製造している工場でまず立ち上げました、一応立ち上げて成功して実用できてますというところで、エンジンの工場であるこちらの厚田工場でもぜひ採用したいということで、社内の方でも拡大して採用されております。続いてですね私の 自己紹介ですけども、簡単に先ほども紹介していただきましたけども、愛知機械工業には2008年に入社して、最初はですね技術部、生産技術の方で熱処理工程を担当しておりました。7年間熱処理を経験しまして、製造部の方でえ製造付けの技術スタッフということで、最初は歯車担当、2年間ですね、組み立てと アルミ加工の技術スタッフというところで経験している中でタブレットコミュニケーターを導入していきました。このような経緯であの 工場で長年働いてますけども、DX 専門でやってるという技術員ではなくて、ですねあの日々の業務の傍らで DX を取り入れてという形で仕事をしてますので、今回の事例もですねあのたまたま我が社で成功したというところがありましたので、そういう目で紹介事例、聞いていただければと思います。はい、では、本日の流れですけども、こちらの5点で説明していきたいと思います。 1>, 1点目は DX の取り組み背景ということで、製造現場で長年、ちょっと課題というところがありましたので、その辺の取り組みに至るまでの背景というところの説明と、2点目はタブレットコミュニケーターの採用の経緯ですね。いきなりタブレットコミュニケーターを最初から採用っていう形ではなくて、いろんな悩み、他の商品も見て、最終的にタブレットコミュニケーターがいいという形で採用しましたので、その辺の経緯の説明です。 んじゃうなはい4点目が、えー、短時間での立ち上げ成功ということで、えー、あごめんなさい3点目実際のシステムの紹介ということで、えー、実際のシステムの内容と現場でどういう思いで立ち上げて作ってきたかというところを説明しますで4点目の方は短期間での立ち上げ成功ということで、えー、こういう DX の案件は 短時間で立ち上げないとですね時間をかけるとかけるだけでどんどん新しく進歩してしまうので早く立ち上げたいという思いがありましたのでその辺の説明をさせていただきたいと思います。5点目、効果ということで実際立ち上げをして我々が感じている効果というところを紹介していきます。 ではまず DX の取り組みの背景ということでえこちらがですね製造現場でえ我が社でやってます測定現場の測定作業フローになりますえまずですね作業者はですねあの紙で手順書がありますので紙の手順書でえ作業手順を確認しますえ実際に測定する部品にえあったですね手順書を探し出して手順を確認して えー、測定する部品に合った測定具を選択して測定をしています、えー、測定をした結果はですねこのような形で、えー、ちょっと大量にある紙の専用記録用紙に、えー、全て記録を残すという作業をしております、えー、記録をされたあれ記録をされた、えー、データですけども、えー、データ 記録された数値はデータ化するためには PC に入力を作業者がやって書類の管理の方もですねえ10年間は保管するというこのようなフローになっておりますこの中でわれわれが持っている課題としてまず1点目としてはやっぱりここの記録をするまでの工数がすごいかかっているというところと、えー こちらが台数のイメージになるんですけどもマニュアルトランスミッションは年々減産傾向という形で EV, 系 EV シフトというところで EV 系のユニットがどんどん増えていくというところで台数トータル台数は上がるんですけれども EV 系のユニットというのはあのやっぱりマニュアルトランスミッションとか 比べますとあのシンプルな構造になってまして単価がちょっと安くなってしまうので同じ増産するからといってどんどん人をかけてコー数をかけていけないという課題がありましたでなんとかですねこの辺の人が時間をかけてる作業というのを効率化できないかっていうのを長年ちょっと考えておりましたで2点目の方が データの活用というのがですね素早くできない、活用できてないとまでは言いませんけども、やっぱりこの紙からパソコンに入力して、その上で見えるようにデータを活用できるようにするっていう、やっぱりここでもコースをかけてしまうっていうのがありました。3点目は、書類の管理コースっていうところで、紙でデータを管理していきますので、 紙をチェックするっていう工数は毎週毎月かかっているっていうのとやっぱり保管をするのにも紙を大量の紙を保管するのでお客さんの要求次第では10年以上は保管しなきゃいけないっていうのがあるので場所も取るし工数もかかるという大きな課題3点課題がありました続いてですねタブレットコミュニケーター採用の経緯になります いきなりタブレットコミュニケーター採用に至ったわけではなくてですね、2018年あたりにまずはこの光豊さんの UWave という商品をに目をつけましてなんとかあのデータを、測定したデータをそのままデジタル記録ができないかというのでトライアルしてみたんですけどもデータは飛ぶのでパソコン上には記録が残るんですけども数値が残るだけというところとあとはやっぱり記録する受け取り側が。 Excel マクロなどを自分たちで作って、えー、受け取り側も自分たちで考えなきゃいけないというところでそこでちょっと個数ですとかあの知見がなかったりとかでうまくいかないよとあとはあの社内のセキュリティ上の問題とかもちょっともろもろありまして三手夫さんの製品だけではちょっと自分たちが狙ったところはちょっと得られないというところで一回断念しておりますで続いて、えー、タブレットコミュニケーターも2 0 0 2 19年あたりにですねアインドさんから紹介をいただきましてこれはいい感じのものだなという最初は直感的に思ったんですけどもその場の紹介でいくとあの手順書とかはタブレット上で表示されて手順通りタブレットを見ながら作業ができますとで記録の方はタブレット上で手で入力して数値記録していきますという紹介を受けました。なののでで鉛筆で書くのか タブレットで入力するかっていうのを作業の工数の若干の差が出るだけなのでちょっと考えようかなって1回見送りをしておりますでただですねあの先ほどの課題っていうのはなんとか解決したいって思いがあってですねえいろんなところの情報収集とかも進めてるんですけどもなかなかあの安い安価な感じですぐに立ち上げられそうなものがなくてですねちょっと悩んでる中で 1>, あの1回失敗したミツ豊さんの u a 部とあの紹介していただいたタブレットコミュニケーターですねアインドさんの商品で手入力じゃなくてこのミツ豊さんから飛ばしたデータをこちらが受け取ってもらえれば自分たちがやりたいことできるんじゃないかということでもう1回アインドさんの方に相談しましてこれできませんかという相談をしましたで,あのできますよという回答をいただいたのでじゃできるんだったらちょっとこれで進めていこうかなというところで、えー このタッグを組んだシステムというんですかね、えー、コラボレーションしたシステムで、うちは立ち上げようということで、20年度に手をつけていきました。で20年度、立ち上がり成功しまして、えー、社内でもですね実際に工場の方で運用ができている状態になるので、えー、ちょっと欲が出てきまして、あのデータの活用というところもです、ね、追加機能でカスタマイズを21年にどんどん追加していただいて、 あとは測定したデータを現場の作業者に通知する機能という形でシルウォッチに通知を出すという機能も次の年の21年度に進めております。現在、22年度ですけれどもあの作業者が測定の測定具を間違えないように悩まないようにということで IO ユニットをまた追加しまして LED で測定具使うものはこの測定具ですよっていう指示を出す機能までも今。 追加しましまてて実実際際運用されている状態です実際のシステム紹介になりますシステム紹介といってもあの細かいシステムの中身はまで紹介ではないんですけどもあのまず最初に立ち上げた光豊さんとインドさんのこの連携ですけどもこの連携についてはあのうちとしてはですねあのインドさんに全部お任せというかですねこういうのできませんかっていう。 依頼をしただけで、あとはもう、アインどさんの方で、三豊さんと調整をしてもらって、あのできるような状態になったっていうところで、えー、進めていきました。で続いて、えー、追加仕様の方なんですけども。 まずデータの管理というところでこのようなグラフ、もともとグラフとかはですね、まとめていただけるような形の仕様になっているんですけれどももともとのグラフとかだとえうちの工場で使って活用していくには物足りないというところがありましたのであの紙の方で傾向管理グラフとかをうちの作業者は日々やっているというところがあったのでそこの工数も勝手に同じものができればあの削減できますよと。 あとヒストグラムとかもあの常に分析のときとかに作るんですけどもそれもやっぱりパソコンで入力して作ってってやってるよりはあの測定作業がされればもうそれがもう出来上がってるよっていう仕組みにしてほしいっていう現場の声がありましたのでここもですねなんとかあのカスタマイズできませんかっていうのをえ相談させてもらってまあインドさんの方であで実現していただいております。 で測定のサマリーとかもですねあのデータをいちいち抽出してあのサマリー作らなきゃいけなかったんですけどもこれも勝手に自動でできればあの監督者の工数が削減できますので管理工数削減っていうところでも、えー、自分たちが今まで苦労してるやつをどんどん追加でできませんかっていう相談をさせていただいて、まあ、インドさんの方あの非常に汎用性が 高くてです、ね、あのほぼほぼ相談したものはできますよっていう回答をいただいてあの自分たちの欲しい仕様にカスタマイズすることができていますでこちらのシルウォッチの方をもともとは現場で使ってまして設備からの異常が出た時だけの通知っていう形で使っていたんですけどもももともと通知受ける製品は持ってるんでこちらの品質記録と連携することで あの品質の傾向、異常が出る前に、異常に出る前兆をつかんで、作業者にすぐに通知ができるようになったらいいよねっていう現場の声が出てきましたので、これもですねあの現場がこうしたいなって言ったら、すぐにあのアインドさんに相談させてもらって、そうすると、できますよっていう、すぐにできるという返事がいただけますので、これもすぐに連携して立ち上げております。 こちらがですね実際の,あの記録の画面になるんですけどもこちらの方ももともとの提案いただいた画面ですとあのうちの作業者としては使いづらいとあの見にくいという話がありましたのであの実際に測定作業をしている現場の作業者をあのこちらのシステムを立ち上げるまで1000人でつけましてあのどういう画面だったら記録がやりやすいのかという話をしてあのアインドさんと うちの現場の作業者とあの私がまあ 3, 3人のチームみたいな形で、えー、中身を作り込んでいったとっいう形になります。ちょっとですね、あの製品情報とかを含むところはちょっと隠させていただいているんですけどもあのまずこちらに実際の部品を写真でえ表示してあのこの部品を測りなさいという手順を分かりやすく表示してほしいと。で 測る穴もですねこのようにいろんな穴がたくさんありましてその中から今まではあの紙の数字で書いた穴の径とかの指示に従ってここの穴を測るのかっていうのを作業者が考えて選んでるんですけども写真で一発であの見たらこの穴を測りますよっていうのが分かりやすくしたいよという意見がありましたのでその辺もですねあの実際に、え。ー もともと機能であったので、この辺はうちの作業者があのできる機能については自分たちで一生懸命作っていこうという形で立ち上げています。あとは、もともとは OK か NG かだったんですけども管理限界線を設けて、すいませんえ自動で,ですねあの NG が出る前にアクションを取りたいよという現場の声も出てきましたので、じゃあ,あ、コーションの黄色。 え黄色の判定も追加しましょうとえ自動で転送されるからといってあの作業者は数字を見ないよっていう状態にはしたくないっていう思いもありますので,で転送された数字をしっかり 作業者が見て青なのか黄色なのか赤なのかっていうのは見て見た上えで認識した上で登録するっていう形でこの辺のボタン配置等も含めてあの全部現場のですね実際触ってる人の声をいただいて配置や仕様を決めて作り込んでいきましたこのようにですねあの自分たちの意見で作り込めるっていうところもタブレットコミュニケーターのいいところだなと思ってます 続いて、えー、短期間での立ち上げ成功ということで実際の,あの立ち上げを進めるにあたっての、えー、日程表になるんですけどもあの話をいただいてちょっといろいろ検討した2020年の期間というところあるんですけどもあの使用大体決まってですね代表部品でトライアルをしましょうっていうスタートを切ってからはあのトライアル含めて3ヶ月ぐらいで立ち上げを。 しておりますでトライアル期間をですね2ヶ月ほど弊社は設けましてあのトライアルといってもですねあのちゃんとデータが飛んでますかっていう確認とあの飛んだデータっていうところがしっかり記録されてグラフ上もしっかりグラフになってますかっていう確認を取るっていうところもあるんですけどもあの今までずっと紙でアナログでやってきた人間たちがやいきなりデジタルになるので大きな変化になるので。 ちょっとその大きな変化で何が起こるのか分からないというところがあったので、念のためにちょっと2ヶ月間紙と,ちょっとデジタルで併用してあの様子を見ましょうという期間をちょっと念のために安心を持ってみましたので、実際の作り上げるだけの時間でいくと1ヶ月かかってないぐらいで先ほどの仕様は作り上げることができております。実際のトライアルの時もですね、やっぱりデジタルに。 寛容な人はすぐに、えー、使いこなせると年を取った方は紙の,の方が楽だよっていう話とかもちょっと一瞬出てきてしまったんですけども大体使い始めて自分たちの作業が楽だなっていう感覚を持つとあのみんなも紙はや,やりたくない戻りたくないっていう感じであのどんどんタブレットをみんな活用するっていう流れに、えー、なってきました。で えまあ短期で立ち上げっていうところができてますので、すいません、他の工場とか、ですね永得工場内でもあのアルミ加工で立ち上げたんですけども、組み立て工程とかにも、ですねあの22年度まで向けて、流用して立ち上げをしようというところで、現在、ちょっと進めてますと、先日、ちょっと組み立てはおもう立ち上げ終わってます。 タブレットコミュニケーター以外っていう話にもなるんですけども一度ここで成功事例ができましたのであのちょっと勢いづいて DX どんどん推進していきましょうとあの現場の方で推進していきましょうという話が結構勢いがスピードアップしまして今年度もですねとちょっと これ日程線では23年度に設備のデータとかもあのどんどん取り込んで連携させていこうという構想をしてたんですけどもそれがちょっと前倒しになりまして22年度ですねあのやっちゃおうという話にもなってましてタブレットコミュニケーターで立ち上げたおかげであの現場で DX 進めていけるんじゃないかっていう風潮がですねあの工場の中で巻き起こってまして。 どどんどん早く進めててていこううよっっ空気にはなっておりますで実際にあのまあ測定やっていただいている風景がこのううような形なんですけどもあのタブレットの,あの画面だとちょっと小さいっていう話もあったのでちょっと大きめのタッチパネルも用意してあの今現在ですねあの若い人からもうシニアの天然ギアの人まで普通に使って測定を進めていただいている状況です。 最後ですねあの効果というところであのまあ最初に説明しました個数がかかっている業務のフローというところに対して今現在の業務フローでいくとまずはもうタブレットでやることが指示されるのであの作業者は部品の機種だけ選択間違えなければもうそこに従ってあの測定具も指示されるので。 タブレットの画面に指示されたのをあのそのまま順番に作業していくだけという状況で、悩まず迷わず測定進めることができるようになってます。記録の方もデジタルでクラウド上に上がって、必要なデータの分析とかも勝手にやっていただけるので,で、どこからでもタブレットでも社内の事務所のパソコンからでもいつでもアクセスして確認ができますので。 あの非常に管理コースも削減できてますし、当初、一番最初に目的とした作業コースはも,うもちろん削減できて、作業の標準化ということもですねあのこの指示に従って作業するだけなので、人の独自の動きとかはなくなって、標準化がタブレットコミュニケーターのおかげで簡単にできたよという状況です。実際にですねあの直近… 派遣社員で別の会社でシリンダーゲージだけ測定具触ったことがあるよっていう程度の人が来ましてえ今までだと紙の使用書であの人がつきっきりになってですねあの3センスのある人でも3ヶ月月きっきりで見てあの全部のうちの部品について覚えてもらって。 測り方も大丈夫だよねっていう確認をして3ヶ月でじゃあそろそろ1人でちょっと測ってみてくださいっていう流れになる流れだったんですけどあのタブレットコミュニケーター入れたことによってあの部品の番号だけ分かればやることはここで指示されるのでその指示に従ってえ測定具も指示がされるので指示に従ってやっていくだけでえ作業ができるよっていう状態になってるので。 その作業者さんはあの入社して1ヶ月えぐらいでも1人で作業ができている状態です。それもつきっきりで教えたのではなくてあの教えるのはあのタブレットの操作をまず教えるとで測定はある程度経験があるっていうのもあったんですけども最初1週間ぐらいちょっとついてみてあの順番通りタブレットの指示通りできてるよねって確認ができたので。 1か月で1人で、えー、任せられる状態になっているんで、あので、ー、作業標準化ができたことによる、あのー、教育のコース削減というところもあちょっとここには出してないんですけれども、えー、効果として得られておりますでいろいろとですね効果というのはたくさん有形と無形とあるんですけども、あのー、一番大きいのはですね 表示している現場の環境の向上というところとあの現場作業者の意識の向上というところがあの体感して実感できているところになるんですけどあの今までちょっと紙で全部やってますというところでま紙なのでまあ現場ちょっと油のミスとか飛んでてもあのちょっと床画面汚れててもまあそんなにまあいいかなぐらいな感じの作業者もいたんですけどもあのこういう電子機器タブレットとかを その現場に持ち込みますよっていうところで実際自分たちが使っていくってなった時にタブレット使うんだったら汚れてたら壊れちゃうからだめだよねとかどんどんきれいに管理していけるようにしないとあのいけないよねっていう風潮になりましてちょっとその辺もですねもともと汚いのが残念なんですけどもあのタブレットコミュニケーター入れたことであの予想にしてないところであの現場の意識が向上してると。 あとは、ですねやっぱりこの自分たちで見たいよって思ったことが見れるようになっていると、簡単に見れるって形になっているので、末端の作業者、管理職じゃない作業者も、ちょっと気になるなってなったら、傾向管理を見たりとか、ですねパレート図を見たりとかして、自分たちで勝手にデータを見るようになっているんですね。今まででちょっとなない現現象でして現場のの末端の作業者がそんなあの データを分析しているというのは今まで見たことがなかったんですけど自分たちで苦労してこの分析資料を作らなくてももうできちゃっているので気になったら見に行くという流れになっていますとそ,その結果であの多分品質不良とかもですねだいぶタブレットコミュニケーター入れる前で3分の1ぐらいまで不良削減できているという状況もありますでこのような形でですねあの当初はもう コスト削減というところをまず目標にしてたんですけども、あのどん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 あのカスタマイズもできて、あの自分たちがやりたいことがどんどんできたっていうところで、あの予想外に大きな効果を得ることができております。以上であの私の紹介の方を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。 それではここからは質疑応答のお時間とさせていただきます。ご質問がございます方はその場で挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。はい、ただいまマイクをお持ちいたしますので、少々お待ちくださいませ。あのー、不良が削減したということ、さっきおっしゃってたんですけど。はい。 そのタブレットを使う範囲においては不良はどうだったんですか、もうそれはゼロと思っていいんですかえっとまだゼロまでは至ってないんですけど、ほぼゼロに近い値までは来て、例えばなんかこういうことがありましたっていうのはなんか今までだと、先ほど、傾向管理であの作業者に通知っていう形で。 傾向管理で交渉になったら作業者にすぐにリアルタイムで通知するようになってまして今までだとあの測定員が測定して作業して測定した結果でちょっと上限寄ってるなとかっていうのを測定者が判断してあのまあ人が判断するのでその上限っていうところも人によってちょっと差があったりとかでそこからよあの作業者に現場に呼びに行って。 行ったり連絡したりっていうちょっとタイムラグがあって行った時にはちょっとその上限超えちゃったりとかまあ逆の下限でもしかりなんですけどもちょっと超えちゃってたよっていうだけで不良1個出ちゃうんですよねなんですけどコーションが出た時点であのもう通知が行くので実際現場で作業してる加工の担当者はすぐに分かるのであのシルウォッチが鳴ったらあの品質で呼ばれてるとじゃあ 品質現場で今の現状、加工機の中大丈夫かっていうのをすぐに確認するっていう動きがあの回りましたので NG が出ちゃう前に止めることができる補正入れて中央値に寄せることができるんでその効果が一番大きくて NG 出てしまう前に止めれるっていうところがタブレットコミュニケーターでできるようになったと思ってます。ありがとうございます。 ありがとうございます。その他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは質疑応答を終了とさせていただきます。ご講演いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。